よいしょ。はい、おはようございます、池田です。さあ、前回かな、前回の動画で最近悩んでいることがあるということで、まあロードバイクでですね、いろんなところを行ってみたいなと、もうちょっと輪立ち攻めてみたいなと思っててですね、ほんでタイヤを 700C の、32に交換したらいけんちゃうかなと思って、その後実はですね、いろいろ試しました試したんですよ。タイヤ変えて、ブレーキ変えて、パーツ変えて、なんじゃかんじゃやったんですけども、結果、元に戻りました。で、今回はですね、それ何をしたかというのを、撮っていこうと思います。残しておこうと思いますでは行ってみます。まあ、この前の動画でですね、コメントで、いただいたんですけど、そのわだちとか行くならもうロードバイクじゃなくてツーリングバイク、ランドでもいいじゃないかと、まあ、まさにその通りだと思います。もう言ってることはもう間違いないですね間違いないです。その方がいいと思います。ただまあロードでも、ロードで行きたいみたいな、ちょっとこだわりがあったんで、まあいろいろやってみたという感じですね。で、同じような考えの方もですね、いらっしゃってですね、なんかこう良かったです、嬉しかったです。で、結局何をしたかっていう話なんですけども、今、使ってるエンビのタイヤがですね、SS27 っていうやつなんですけども、これをですね、700C の32に交換したんですね。で、そうすると、まあ、何が起きたかというと、まず、ブレーキですね、ブレーキ、この停車している状態、当時105のブレーキがついとったんですよ。で、停車している状態ならもう全く問題なく、まあ、全く問題なくっていうか、まあ、タイヤクリアランスはですね、だいたい1ミリから2ミリぐらいの、感覚やったんです。で、シマノの、リムブレーキってここと、ここ、両サイドにですね、ネジが切ってやって、まあ、ピポットというのがあってですね、ここはちょっとタイヤクリアランスが狭くなってるんですよ。で、ここがですね、接触してたという感じです。接触してたかというかですね、そこがすごい、クリアランスが狭くなっていたというところなんですけど、走行してみたらどうなったかというと、おそらくホイールがたわんでしまってたんやと思います。その1ミリ2ミリの隙間がなくなって、ブンブンとこう擦れてしまったという感じですね。あ、そうで、タイヤはですね、IRC の、冒険プラスっていう700の32をつけたんですよ。まあ、冒険っていうの名に恥じぬようにですね、いろんなとこ行けるようにということで、それをジューブレスでつけたんです。なんですが、まあ、ブレーキのクリアランスがもうそもそも限界やったと。まあもうそろそろですよね、28C までっていう、規定があるにもかかわらず32をつけとったんで。ほんで、まあそれでですね、しばらく走っとったんですよ。で、タイヤがですね、ブレーキに擦れるんで、まあその冒険プラスで両サイ、タイヤの両サイドがブロックパターンみたいになってるんで、こう、ブルルルブルルルブルルってですね、振動が来つつ、まあそれもまあええやと思って、まあ実験やと思ってですね、走っておりました。なんですが、やっぱりこう音が気になると。で、抵抗もできる。で、もしこれホイールがですね、まあどっか出かけていった時に、触れてしまったりしたら、もうその接触具合がもっとこう激しくなるというので、ブレーキ変えようと思ってブレーキを変えたんですね。で、僕が普段乗ってるこの GO5 という、ロードバイクはクリアランス32まで一応履けるんで、まあ全然問題ないと思ってたんですよ。で、ブレーキをですね、ベルオレンジのグランドクルーっていう、ブレーキに交換しました。それがロングリーチタイプなんですね。長いリーチが長いタイプで、より幅広い、クリアランスを持ってるんで、32でも全然接触せず、使えるようになりました。なったんです、普通に走行する場合は。はい、なんで
ロングリーチタイプにすれば、まあ林道とかですね、まあ僕が求めてた、走りが全然できてですね、で草地も行けて砂利道も行けて全然ええやんこれと思ってですね、で32だったら、まあシクロクロスのタイヤとほぼほぼ一緒なんで、まあまあ行けるんですよ、どんなところも行けてたと。でただですね、一つ引っかかったことがあったんです。それが車輪を外すときなんですね。このまあ、もともとですね、ベロオレンジの、ロングリーチタイプのブレーキって、こうブレーキをこう解除するときにですね、これあのこういう感じでミューってやるとブレーキがこう解除できるんですけど、でパッて開いてですね、車輪が外れるという感じやったんですが、その開き具合がですねちょっとだけなんですよ。まあシマノに比べるとちょっとだけ開くっていう感じやったんで、32をつけて解除してやっても多少引っかかったんですね、ブレーキシューに。なんで普通に走行する場合は全然問題ない、もう何にも問題ないんですけど、輪行ですよね、輪行するってなったらちょっとこのブレーキが気になったと。要するに車輪は外せることは外せるんですけども、このタイヤが32ってこのリムよりこう大きくなるんで、大きくなった分こう落とすときにですね、ブレーキシューにこうタイヤの膨らんだところが引っかかってたんですよ。んでそれがですね、思いのほかちょっときつめやったと。まあこうやって上からドンドンドンってやったら外せるんですけども、たまたまつけてたブレーキシューが結構ドライとウェットコンディションでもいけるようなちょっと柔らかいやつやったんですよ。まあそこもポイントなんですけど、なんでポンポンって落とした時の下への衝撃でブレーキシューがちょっとこうふにゃっと変に歪んだら嫌やなと思って、んでってなってたという感じです。なんで走行性能に関してはもうなんていうかな、重心も上がって、シクロクロスのように、走れるんですけれども、その最近輪行が多いっていうのと、輪行ですね、輪行がどうしても入ってくるんで、毎回そこでボコボコってやるのは、まあ、どうかなと、ちょっと、シビヘやなと思ったんで、戻してしまったというところです。はい。でまあ戻したら戻したでですね、やっぱりこのエンビのタイヤって何ですかね、やっぱ軽いですよね。でその32の時の振動吸収性も良かったんですけども、結構やっぱりこう細い幅になるんですよ。5ミリの差になるんで結構細くなるんですけど、なかなかですね、やっぱりグリップ力も良くてええなと思いました。で一緒にですね、まあ、そういうタイヤのあれこれをやってる間に、ロードバイクのライダーに会ってですね、サイクリストに会ってで話をしてたんですけど、その方がつけてたのがですね700-23なんですよ。でアンブロシオのリムで、ちょっとまあクラシックな規格なんで細いリムやったんですね。でそれに 23C をつけてたんで、まあ細かったんですよ。もう久しぶりになんか最近、まあ、28とか32とか、いうロードバイクのタイヤばっかりつけてたんで、久しぶりにですね、23C の、リムを、はい、タイヤを装着したですね、車体を見た時の衝撃がすごくて、で元々その細さで石畳とかですね、それこそ10年ちょっと前はラファのイベントでですね、山奥のこうグラベルみたいなところもですね走って担いでってやってたっていうのを考えると、これでええんちゃうかなと思ったんですよ。要するに上手にどう乗るかでこの細さでもいけんちゃうかなと。ほんで、まあ、28まで、まあ、こういった27なんですけど、28までの
ブレこのショートリーチタイプ、のブレーキの許容範囲で、まあ一応30万いけたんですけどね、当時30つけとったんで、28の許容範囲で、あとは、まあ、タイヤの柔らかさだったり性能だったりグリップ力の高さやったり、それはもうあのそれぞれでいろいろなメーカー試して、でその幅でその幅で走れたらまあええんちゃうかなと。でもともと23で行ってたっていう事実がやっぱりあったっていうのをもう一回こう話の中で聞いてですね、やったらチューブレスになってリム打ちパンクもまあ軽減されて乗り心地もまあの良くなってるとすればですよ、その10年の間にタイヤの進化がバッと進んだとすれば、これで十分なんかなっていうところですね。何が十分やねんっていうところですけど、このタイヤつけといて十分かなってなんやねんっていうですね、いうのまあまあそういうのはあるんですけども、ひとまず僕のタイヤの悩みはですね、一旦これで解決したかなと。要するに、輪行もまあできて、ショートリーチブレーキも使えて、ロードバイクとしての運用はできる、まあ標準装備にまた戻ってきたって感じですね。でちょっとオフロードこう中心で攻めたいみたいな時はまあ32の、タイヤにすれば、まあ、全然いいと思うんで、それはそれでですねまた入れ替えて遊ぼうかなと、いうふうに、思っております。まあ、最近特にですね、特に輪行が多いので、まあ、電車に乗せたりバスに乗せたりですね、そういうのを考えるとやっぱりブレーキをこう解除するときに、あった方がスマートに外せた方が僕にとっての遊び、今の遊びにとっては利があるなと思って、見たところでございます。はい、いやーしかしですね、その 23C の細さでまあまあ走グラベルみたいなところを走ってた時の YouTube の動画をまあ改めてですね見返してみたんですよ。ほんじゃすごいですね、やっぱり先人のあの走りはすごくて、おっどうやって走ってんやろというような上手な走り方をされとってですね、何だったかな、CM か何かでロードバイクに乗った、あれ確かランス・アームストロングっていうあの選手が確かですね、林道みたいなトレイルみたいなところをロードバイクでかっ飛ばしていくっていうのが何かあったんですよね。うる覚えなんで違うんかな、もう本当にマウンテンバイクが走るようなあのトレイルをロードバイクでパーンってこううまいことをパンクせずにですね走っていくっていうのを思い出して、なんかそれやと思ったんですけどね。はい、ということでまあ取り留めもない話になって申し訳ないんですけども、まあまあいろいろ試した結果、元のタイヤ、エンビのタイヤに戻りましたというお話でございます。はいいう感じです。では、今回はですね、まあ、この辺りで、終わろうと思います。あ、ちなみにアルテグラのブレーキに、チェンジしまして、ボトルゲージはキングケージのアイリスに、チェンジいたしました。ちょっと見た目を変えたかったというのがですね、表示いたしました。はい、以上です。ありがとうございました。